はい、ということで、はい、今回、はい、ね、ナトカンちゃん、はい、ミヒマル GT の、はい、みっくん、はい、来ていただきました。イエイ、はい、ありがとうございます。ナトカンのためにね、今日来てもらったということで、はい、やばいっすよ、マジでこれ。とりあえず、意気揚々のレコーディング、うんね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、頑張りました、皆さん、ね、頑張りましたね、うん、で、まあ、うん、今回、ね、あの、あっくんと僕でそのこの意気揚々という楽曲をね、用意したんですけど、はい、ただ、普通にはこれ上げられないと、簡単には渡さない、ね、歌わせて、えぇ、ー、みたいな、歌わせて置いときながら、ね、レコーディング終わっときながらなんですけどまだリリースせんぞ。そう、リリースもしないし、ライブでも披露させないぞと。で、じゃあどうしたらさせてくれるんだっていうことで、はい、まあ、あの、僕がラジオコメントでも、うん、あの、送らせてもらいましたけど、うん、あとはツイッターとかでもちょっと発表しましたけど、うん、はい、あの、気分上々ミッションという、はい、あの、僕のね、ミヒマル GT で持ってる気分上々の楽曲があるんですけど、その楽曲を、ナトカンで、もう今世紀最大ぐらいに本人がそれ言うとやばい、ね。あの、まあ、ミヒマルの気分上々はミヒマルの気分上々なんで、ナトカンの気分上々っていうところで、まあ、自分たちでカバーして、はいはい、オリジナル、自分たちのオリジナル能力だったりカラーみたいなものを付け足して、もうガンガンこう一番に盛り上げてくれと、はい、盛り上げられたら、まあ、そのお客さんたちをね、盛り上げられたら、じゃあこの一気を、差し上げましょうと。今日レコーディングしたのに、まだもらえないっていうね、それは面白い企画なんですけどね。そうですね。国民的な曲ですからね。気分上々はもう、いやいやいやね。今もうだってね、スコプリさんも歌ってるし、いろんな方がカバーされてる曲なんだけど、それをね、公認でみっくんからオッケーもらってやってくれって話はなかなかないからね。頑張ってほしいよね。頑張ってほしいです。ナトカンにしかできない気分上々をライブでやって、うん、で、ね、マネージャーのモケさんとか、プロデューサーのペロさんにね、あの、動画撮ってもらって、おみっくんと、まあ、僕チェックするんで、はい、ライブをね、全然ダメだったら、もうこの新曲はなし。あの、結構自由度はもう全然、あります。もう本当にもう何だったら歌詞変えてもいいし、気分上々の、あ、面白いね、替え、うん、歌的な感じでもいいし、いい、ね、なんかその自分たちが考えうる、もう盛り込めるであろう、こう上げ要素というか、そういうところをもういろいろ考えてカバーしてほしいなと、うんうん、本当にナトカンを見に来てくれたお客さんが喜ぶ、あの、これを言ったら上がるだろうなっていうようなワードとかを入れるとかね、そういうなんかアイディアを盛り込みつつ、なんかこうライブに挑戦してほしいなと思うんですよね。はい、うん、恐れ多いけどね。いや、本当に歌詞を変えるの、いやいや、全然叩かれるの覚悟でそこは行きましょう。全然大丈夫。そう、いや、いいっすね、うん、ありがたい話じゃん。あれですかね、でもどうね、気分上々、どう今ね、こう、まあ、発表されてからちょっと日にちが経ってると思うんだけど、はいはい、まあ、なんとかメンバーたちが、うん、こうどうやっていくのかなっていうのちょっと気になりません？あ、ね、ね、ちょっと聞いてみたいんだけど、うん、メンバーにね、うんうんうん、じゃあちょっと一番なんか歴のなんとか歴の長い桃宮あたり、桃宮さんあたりに行きたいんですけど、はい、どうですか、気分上々、ね、これからライブでやっていくってことなんですけど、はい、はい、でも、あの、メンバーでもうダンスも考えるってなって、うん、もう一応できてはいる、おダンスはまだ合わせて、ちゃんと合わせてはないんですけど、うん、ダンスはできていて、うん、なるほど。でその中でもなんか一緒に考えるパート、サビとかは一緒に考えたり、うん、最後とかも一緒に考えたりしたんですけど、う
ね、なんかダンスがなんか一緒に真似できたりす、れるところもあったり、なんかナトカンらしいダンスもすごいあの用意してるので、やっぱそこはあのお客さんも一緒に楽しんでもらえるかなと思ってます。楽しみですね。早速準備してるのね。早速行っちゃった。このぐらいで勢いで行こう。勢いで早くも準備してくれてるんだ、はい、なるほど、メンバーが。なるほど、いろいろ考えたんですね。考えてくれてみんなで、はい、楽しみですね。楽しみですね。どっかだからライブやるタイミング来ると思うんですけど、いつ頃になるんですか、ナトカンさん。それはいつ頃できそうなんですか。いや、もうすぐにでもやりたい気持ちありますね、うんうん、メンバーでも頑張って、ね、やっぱファンの人もめちゃめちゃ楽しみにしてくれてるんで、うんね、そして新曲も欲しいのでやっぱり今日レコーディングしたのにめちゃめちゃいいからもらえるかわからない本当に、ねえ、ねえ、はい、確かにね、やっぱそのミッションをクリアしないとね。そう、ミッションをクリアしたいね。やっぱライブ見てね、なんかもうテンション低めのライブだったらちょっとね、うん、せっかくだってみっくんからそんなね、OK もらってやったのに、え、こんななんなのみたいな。やっぱあの僕ももちろんその審査というか、うん、あ、うん、OK でしょみたいな、うん、あの合否を発表するんですけど、うん、やっぱ一番のシビアな合格ラインを持ってるのはお客さんだと思うんですよ、うん、真面目な話来てよこれ怖いやつ。最後ぜひちょっとお客さんに盛り上がれたでしょうか、どうでしょうかっていうのを聞いてほしいな。そうですね、うん、はい、そう、そこで、そう含めてね、うん、そこで、あーっていうこう拍手の大きさで、じゃあ勢いを上げましょうっていうところですね、感じですかね。おー、うん、そうですね、これ楽しみです ね、はい、であれなのかな、その時にもし勢いを発表できたしたら、うん、やりたい、やれたらいいですね。そうですね、その時にね、うん、もうえまあだからもらえるかわかんないけど、もう練習しといてもらって もらえるかわかんないけど、まあ、まあ多分プロデューサーさんもあのね、ダンスの講師さんとか呼んで多分やるんだろうけど、また振り付けとか入れて、まあ、準備だけしといてもらって、まあ、もらえないかもしれないけど、イエーイだったらできるけど、ならなかったらマジで、ままマジでお蔵入りするから、練習するだけして、いやそこはマジでみっくんとガチでそこはちょっとやろうよみたいなね、うん、やっぱそこのレベルに到達しないと、うん、やっぱこう意気揚々の、うん、あの披露できるレベルにないっていうね、うっていう判断ですよね、うん、だってもう気分上々のネクストソングぐらいの気持ちでもうやってるから、いやもうほんとダジャレかっていうようなタイトル ですからね。気分上々の次が勢いよっていうね、もう完全にもネクストソングだから、それはもうやっぱりちゃんとやってもらわないとね。そうですね、うん、まあいろんなアーティストさんの楽曲をこう提供させてもらってる中で、やっぱ一番多いのが、うんうん、気分上々っぽい曲作ってくださいみたいな話が多いね。やっぱやっぱミヒマル GT でね、決めてる時に一番有名だから、うんうん、ただでもそういうのでいろいろ考えて、まあもちろん今までいろいろ作ってきたんですけど、うん、あのその中で考えてるうちに意気揚々ってことはいいなと思って、うん、ただこれ使ったらマジで気分上々の次のなんていうの感じじゃないですか。そうだよ、意識してるっていう。だからなるべく使わないように取っておいたんですよ。うわーやろ使わせらんねーよ簡単に、なとかにはそんなの。そうだからもう気分上々意気揚々ってきたらもう次何っていうぐらいぐらいだね、他のこともないんで、うん、そう、それぐらいの感じでちょっと取っておいたんですよね。 もしねミヒマル GT が活動を再開もししたとした時に、うんうん、もう別に意気揚々でもね良かったぐらいの感じだったんで、うんね、そうなんで復活あるんですか？ちょっと頑張って、いや復活は全然今でも出てない。昨日も散々あ昨日も、ね、散々俺くどいたけどね。昨日も復活しようよっって店でご飯をしてて台湾ラーメン食いながらそういろいろ話したんですけど、相当行ったんだけど、ね、なかなかそこはね、そうなかなかね今ちょっと今のところはないんですけど、予定は、ね、ただまあでもそのぐらいなんかちょっと次もし行くんだったらやったら面白いだろうなって思ってた言葉をちょっと取ってあった言葉なんで、やばくないそれ、やばいですね、とっておきのやつだよ。そこは表情にね、つながるこの
意気揚々まあもらえないかもしれないけどねもう絶対もらえるようにもう頑張りますちょっとそこはね、はい、気合い入れて気合い入れてね、はい、頑張ってほしいなと。わかりました。じゃあそんな感じで、はい、じゃあメンバー一言ずつね、はい、じゃあそのなんだろう、まあ、まずはね気分上々でカバーライブをしてもらわなきゃいけないと思うので、はい、その辺のちょっと意気込みみたいなのを、一人ずつちょっといただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ後ろからはい、中野れんなです。私はファンの人一人ずつ一人を楽しませられるように一生懸命頑張りたいと思います。まだ若いの、まだ若いの、はい、萌の万里です。ライブはもちろん SNS 上とかでも皆さんを盛り上げれて、あとナトカンを知っていただけるように頑張りますプレッシャーだとプレッシャーだと。はい、くるみレアです。今さっき改めてお話聞いて本当に大掛かりな企画なので絶対上げ上げにして頑張りたいと思います。頑張ります。はい、ゆめのレニです。普段はあまり元気がないように見えるので、うん、お客さんもちろん自分も気分上げ上げになるように頑張ります。お願いします。一番メンヘラ。違います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 、はい、あ、じゃあ、はい、はい、為永奈々美です。私は本当に気分上々ドストライク世代なので、うん、年バレちゃうよ。隠してないんで大丈夫です。27歳。はい、本当にドストライクあったんで話聞いた時にめっちゃびっくりして、しかも公式公認、三宅さん公認カバーということで、いや本当に震えて、もう世代すぎて震えてるんですけど、いや、意気揚々がめっちゃめちゃ好きなんで、うん、意気揚々も絶対新曲いただきたいですし、ナトカに気分上々めっちゃ合うと思うので一生懸命頑張ります。お楽しみに。はい、ももみやりぼんです。私も今年24で、世代なのですごいこの話もらった時すごいびっくりしましたし、今日も本人様とご対面してることで、ね、サングラスかけると思う。本当に緊張しちゃいますね。すごいね、緊張すごいドキドキしちゃうんですけども、やっぱ当日皆さんと一緒に楽しんで、勢いよもナトカンちゃんでね歌えれたらいいなと思ってるので、皆さん楽しみにしててください。アニメ好きでマイペース。おはい、ね、気分上々、世代ではないのかもしれないんですけど、曲は本当に、とても有名で、アマナスも知ってて、もう、ってなって、びっくりびっくりってなってるので、もうね、絶対ね、ライブをアゲアゲにするのは、もちろんのことでも、みんなに、これナトカンの曲なんじゃないって思わせるくらい、もうナトカンらしく盛り上げれたらいいなと思います。頑張ります。すげえ。腹広い陽気です。どんどん口悪くなってくる。はい、姫崎れなです。さっき本人の方とお話しして本人さんとお話をして、ミッション本当にすごいので、すごいのでなんとからしく頑張ってフロアを上げ上げにして新曲をいただけるように頑張ります。皆さんも一緒に上げ上げなステージ作りましょう。空回り頑張りやすい。切ない。頑張ってんだけど空回り。そこまでがコンテンツなんです、ね。なるほど。ということでね、はい、トカンメンバーからもこうコメントいただいたんでね、はい、もう今回もうこのスペシャルですよ、本当に、はい、ミックン。ミックンとだからもともとだからね、本当友達で、はい、リモートでね、なんか、うん、なかなか会えないから、はい、いろいろ話してる時に。はい、なんとかやろうよみたいな話になってきて、で俺も気分上々すげえ好きだから、もうカラオケで歌いまくってたやつだから、もう本当に昔ね。でまさかさ、曲は作ろうみたいな、まあなんとなくわかるじゃん、まあ俺も作家だからね、ミックとまあそれもすごいことなんだけど、まさか気分上々をね、いや本当に本人公認でさ、やばくない？やばいです。
どう料理するかですね。なんか今日だよね、なんかハードルとプレッシャーがやばくて。生かすも殺すも。納得しないからね。そこは俺ら助けられないから。はい。はい。料理。じゃあそういうことで。はい。はい。じゃあなとかんちゃん。ちょっと頑張ってください。はい。はい。頑張ってください。頑張ります。頑張りましょう。よろしく。お願いします。ありがとうございます。